はい、それではお時間になりましたので、失敗から学ぶ Wi-Fi ネットワークのデザイン手法ということで、ショーネットノック Wi-Fi 担当の榎本と金子との、トークセッションの方を始めさせていただきます。このセッションですね、明日予定されております、ステージ Wi-Fi につきましては、そちらで、今年の見どころ等はご説明させていただきますけれども、このセッションでは主に、ざっくばらんにですね、これまでの、ショーネットノックの Wi-Fi 提供というのを、振り返りつつ、独特の、失敗といいますか、難しさといいますか、そういったものをご紹介して、皆様の今後の Wi-Fi ネットワークの活用に生かしていただければという形で進めさせていただきます。まずですね、ちょっと最初宣伝で恐縮なんですけれども、ぜひイベント委員等々で見られている皆様におかれましても、この触れるショーネットというのをぜひ会場にお越しいただいて体験いただければというふうに思ってございます。2021ショーネットという SSID で会場全域で Wi-Fi が使えるように整備してございますので、そしてこちらのネットワーク、まさにショーネットを通って抜けていく、来場者の方が触れていただける、ある種唯一のショーネットとなっておりますので、ぜひこちらお越しいただいてお使いいただければというふうに思っております。このように、全域で使えますので、ぜひ、来場の方お待ちしております。.pdf においてもですね、これこの後も、ご説明に使わせていただくかと思いますけれども、このあたりが、Wi-Fi となりますので、ご参照のほどよろしくお願いいたします。そして、先ほども、お話しさせていただきましたけれども、本セッション、細かい技術的なご説明というよりはですね、ショーネットフリー Wi-Fi という場を通して、これまでの設計ですとか、今回の、設計構築ホットステージ等を振り返りさせていただきまして、先頭に失敗と書いてありましたけれども、可能な限りノウハウに寄せつつ、ある種バッドノウハウも含めまして、皆様に何らか、この中でですね、持ち帰っていただけるものがあればという形で、榎本と金子とで、お話しさせていただくセッションとなっております。ということで一旦、スライドの方を止めさせていただいて、まずはですね、榎本と金子、紹介させていただければと思います。はい、じゃあちょっとマスクの方失礼させていただきます。はい、ショーネットでですね、Wi-Fi と STM ディスパッチャーを担当しております榎本と申します。よろしくお願いいたします。ショーネットノックで Wi-Fi を担当しております金子と申します。どうぞよろしくお願いいたします。いや、今年も大変でしたね。そうですね、はい、なかなか一筋縄でいかないのが、ショーネットではありますね。はい、やはりこう独特のこう難しさっていうのは、普通のこう Wi-Fi ネットワークを組むという以上に、やはりショーネットという場はかなりあるというふうには、おそらく榎本さんも思っていられるんじゃないかなというふうには思っているんですが。そうですね、やはりこのショーネットならではの難しさといったところでは、無線区間、いわゆるアクセスポイントやコントローラー、そういった無線に特化したデバイスのみならず、POE のスイッチであったり、あるいは今年はですね、生活様式の変化をテーマにしていますので、異なる、拠点の Wi-Fi を統合的に運用を行うために、IPSEC であるとか、そういったテクノロジーを使ってですね、複数の拠点間のブロードキャストドメインを一つに見せるといったようなところも行っていますし、また今年ですね、Wi-Fi のトラフィックに関してはすべて、NAT64DNS64 で、V6 でですね、お客様に、ご提供していくといったところもやっています。でさらにさらにですね、今年はバックボーン側で SRMPLS と SRV6 のインターワークの試験などもやっていますので、そういった SRMPLS の区間であったり SRV6 の区間に関しても実は我々の方で、すべて設定をしているといったところですとか、もう話せばもう止まらない、話し出すと止まらないんですけれども、クラウドにですね、Wi-Fi のコントローラーを置いたり、あるいは、クラウドベースのですね、インターネット接続である、スーパー OCN フレキシブルコネクトといったもので今年の Wi-Fi トラフィック収容しておりますので、いわゆるですね、レイヤー1から無線区間、あるいはセキュリティデバイスやクラウド、そして、エルニエルさんのルーティングといったところで、全域にわたって、もう一つの小さなショーネットのようなものをこの2人で、作っているといったところが、この大変さといいますか、
このショーネットならではの特色なのかな、そんなふうに思います。確かに特にユーザーさんからまっすぐこう、まあ、ある種来場者さんに向けて一番最初のこうインターフェースとなるのがやはりこのショーネットフリー Wi-Fi というところもありますし、またこの、まあ我々が作っている Wi-Fi ネットワークを通して、まあ、配信等を行っておらっしゃる、まあ、会議棟の皆様等もいらっしゃいますので、そちらに向けて直接的にこう、まあ、我々がある種フロントになって、そうですね、提供するというのもなかなかこうミニショーネットというのにふさわしい、構成になっているのかなと思います。またこの会場のトラフィックももちろんそうですし、ノックチームメンバーや STM、 そしてコントリビューターの皆さんが、このショーネットの構築運用に利用している Wi-Fi というのも、我々無線チームで、構築をしております。まあ、ですのでこの Wi-Fi が止まったりすると会場の皆様はもちろんですし、このショーネット全体のですね、運用にもまあインパクトを与えかねないというところで、まあ、大変責任重大といいますかですね、まあ、切れるとですね、もう2人とも激詰めされてですね、もう正座してお詫びをするというか、もうとにかく直すというところに注力しないといけないので、まあ、過去ですね、その失敗という切り口ではまあ、いろいろ苦労をした蓄積が今の安定運用につながっているのかなというふうに思いますね。確かに特に、まあ、私も今回経験がございますけども、ホットステージ期間中やはり皆様いろんなファイルをアップロードしたりですとかオペレーションに使っているので、まあまあ、時たま落とさざるを得ない時もあるわけですけども、その時にこう若干おーっとこう悲鳴が上がるというのがなかなかこう難しいところ、そういった意味でその設計のみならず運用というところもやはりかなり重要な、インパクトファクターといいますか、まあ、ただ作っておしまいになれないというのが、まあ、ショーネットかなり動的なところもございますので、徐々に徐々に構成変えながら本番に向けてアップデートしながら、ただ、生活用の無線は、維持しながらという、まあ、こういったちょっとある種2本のわらじを履きながら頑張っていくというのが、まあ、ある種ちょっとこのショーネットならではのこうなんていうんですかね、両輪で回していかなければならないという難しさがあるのかなとは思います。まあ、このショーネット自体の特色でもありますけれども、ライブデモンストレーションということで実際にこういった会場のトラフィックであったり、ノックチーム、STM、コントリビューター様が運用に使われるトラフィック、そういったものも安定的に運用しながらも、テクニカルな意味合いではチャレンジをしていくという、まあ、そういった二律背反なファクターをうまいところでバランスさせるというところが、まあ、非常に難しいところでもあり、またやりがいがあるところなのかなというふうに思いますね。そうですね、そのシンプル化とバランスというのはやはり確か昨年おととしの確かテーマにもなっていたかと思います。 Wi-Fi ネットワーク全体的に、まあある種過度に複雑にしすぎないテクノロジーをこう、まあ使いつつも使い倒しすぎないといいますか、こううまいバランスを狙っていくというのはかなり Wi-Fi ネットワークの、まあ、設計から構築そして運用管理に至るまでかなり重要な、ファクターになっているのかなというふうには思っております。まあ、先ほどのお話いくつかそのまあ、ライフにも使いつつただ来場者にも、提供するといったところもそこのこう要素が効いてきて初めて、まあ我々の手に収められる範囲でうまく提供できるというのが、まあ、効いてくるのかなというのがやはり気持ちとしてはありますね。まあ、この2人で、クラウド等も含めてですね、まあ、今年、会場並びに、そういったノックチームですとか、まあ、そういった運用者が、うん、利用しているネットワークの Wi-Fi のコントローラーはマイクロソフトさんの Azure 上に、実はありまして、今年ですね、対外接続回線が、まあ、クラウドに直接つながるような商材をコントリビューションいただいていますので、まあ、そちらを経由してショーネットとクラウドとが連携を取りながら運用をしているといったようなスタイルなんですけれど、まあ、そういったクラウドも含めてですね、アクセスポイント、セキュリティデバイス、DNS64、NAT64、いったものを含めてこの2人だけでですね設定、運用しているものが100台以上今年はあるんですね。そういったものを2人だけで、うまくまあ、構築しきるあるいは安定的に運用するといったところで今年結構工夫しましたよね。そうですね、かなりある種こう、まあ、準備をかなり重ねたといいますかご一緒に、まあ、ホットステージという期間中で、ショーネットのフリー Wi-Fi ももちろん作り込んでいくわけでございますけれども、まあ各々の要素を、まあ、最終的にその場でバッと組み上げるというよりかは、まあ、パーツパーツは、作ってうまく持ち寄るとそしてそれを組み上げていくところをこのホットステージ中に、ガチッと決めていくというのが、まあ、今回の、ある種 Wi-Fi をネットワーク組んでいくにあたってのメイン方針だったかと思っておりますので、まあ、そのあたりが今年はかなりヒットしてそうですね、かなりハマったと思いますね。
いわゆるアクセスポイントの設定ですとか、無線区間の設定というのは、今年、まあ、クラウドの特色を生かして事前にクラウド側に作り込んでおくことで、会場のアクセスポイントをつなぎ込むと、もうすぐその設定でアクセスポイントが動き出すといったようなところだったり、あるいはセキュリティデバイスだって、まあ、あの VPLS オーバーグレーオーバー IPSEC ですか、まあ、そういったものはジュニパーさんの SRX などを使いながら、設定したり、まあ、あるいは NEC さんからご提供いただいた、イーサー IP オーバー IPSEC ですか、はい、そういったものも含めて、設定等に関してはかなり事前にですね、2人で作り込んで、きましたと。で、まあ、そういったものをすべて、まあ、あのなんでしょうね、自動生成できる、コンフィグを自動生成できるようにも、2人でかなり努力をして、行ってましたので、まあ、この会場に来てからはですね、もうかなりその、設定構築で、まあ、あの詰まるということはあまりなくて、もうあのひたすらデプロイをどんどんしていくというところに注力できたのかなと思います。でそしてすべてがあの今年、まあ、ある意味高度化というか、あのソフトウェア的なインフラになってますから、この後ですね、例えば別の会場に行って、まあ、この無線を提供しようと思えば、うん、正直できちゃいますよ、ね、そうですね。かなり先ほどおっしゃってたようにテンプレート化といいますか、まあ、クラウドとそして、まあ、オンプレミス側につきては、まあ、テンプレートでうまく回していくということが、まあ、ある種形式化されたといいますか、定式化された形になってますので、しかも今年あの、まあ、細かくは、明日のセッションを聞いていただければと思いますけれども、まあ、L2 エンジンをうまく活用した Wi-Fi ネットワークの、まあ、構築ということで、まあ、各ポットにデプロイさせていただいている、Wi-Fi 拠点も、L2 でこのセンター側にあります、まあ、ノックにありますセンター側とこうつながって構築されるものですから、まあ、拡張性高く、そしていろんな場所からもできるというようなところのこうエクセンシビリティがあるというのが、まあ、かなり効いてますね。まあ、かなりなんというか修羅場に強いという、まあ、このショーネットかなりのWi-Fi 的に見てもネットワーク的に見てもですね、国内ないしは世界でも最大級の修羅場だと思いますから、まあ、こういった中でそのきちんと動作している、安定的に動いているという、まあ、あの製品群を ぜひですね、リモートであれ現地であれ見ていただきたいなというふうに思いますし、そのためのデプロイの工夫みたいなところも Wi-Fi 担当として、まあ、長年の数々の失敗を積み重ねてきたその蓄積というものがございますから、そういったところはですね、ぜひぜひ会場で我々を見つけたらですね、質問していただけたらななんていうふうにも思いますし、なんでしょうね、このコロナ禍の中で、まあ、かなり正直言って苦労しましたね、まあ、その苦労をどう乗り切ったのかみたいなところもここでは言えないようなお話も積もるほどございますので、ぜひぜひですね、まあ、リモートないし、現地で、この Wi-Fi ネットワーク見ていただけたらな、こういうふうに思います。はい、ぜひですね、まあ、なかなかこの Wi-Fi、やはりこう今年、まあ、リモートアクセスですとか、まあ、SDP といったテクノロジーを使って、まあ、リモートからホットステージをこう組むといったことをかなり促進してますし、まあ、これをそのまま、皆様のこう運用管理、設計構築だったりといった業務にもお使いいただけるかとは思うんですけども、やはり Wi-Fi どうしてもこう最後のラストワンホップといいますか、ラストワンインチっていうんですかね、を支えるものですから、どうしてもまあ手づかみ感が得られるような場所にこう行かないと使えないというのが、まあちょっとあるものではございますので、ぜひですね、まあ、会場にお越しいただいて、こうそのいったネットワークがどうなっているのかっていうのは、会場来ていただいて触れていただきたいというのは Wi-Fi チームとしてのこう総意としてはあるかなというふうに思っております。万が一つながらなかった場合も優しく、接していただけたらなというふうに思いますけれども、自信のほどはいかがでしょう。まあ今のところはうまく動いていると思っておりますので、ぜひですね、ちょっとただ今年少し言い訳がましいかもしれませんが、若干先ほど榎本さんからもご紹介ありましたけれども、 IPv6 オンリーである種ネットワークを組むという、まあこれまでも確か SSID としてはやったことがあったとお聞きはしておりますけれども、まあ久々にフルでやるというようなちょっと試みをしておりますので、なかなかそこのあたりでこう、まあ端末によってはというような挙動の問題もあるかもしれませんが、まあその旨もですね、ぜひこれからのネットワーク組むにあたってのまあいいフィードバックになるかと思いますので、まあ、ご意見頂戴しつつ、次につなげていければなというふうに思っております。そうですね、今年、まあ、実はいろいろな調査も、この期間内にやっておりますので、まあ、この今日明日明後日ですね、本番、
を通じて、まあ、リアルなトラフィックを収容したときに、どういったあ、まあ、運用実績になったのかといったところも、後日また共有させていただくような場があるというふうに聞いていますので、そちらの方もぜひ楽しみにしていただけたらなというふうに思います。なかなか、まあ、こういったその、なんて言うんでしょうね、まあ、普通の、まあ、エンタープライズのネットワーク においても、まあ、知見として生かされるところもあるかと思いますけど、また独特の課題というのも、まあ、あるので、まあ、そのあたりですね、まあ、我々いろんな情報をこれからも展開して、まあ、無線のところに関わる課題、まあ、干渉ですとか、チャンネル設計といった、まあ、基本的なところから、まあ、こういった会場ならではのこう課題みたいなところも、まあ、ご紹介しつつ、まあ、どういった Wi-Fi のまあ、コツといいますか、我々のこうドハマりポイントそうです、ね、というのがまあまあ年々いろいろとまあ課題というのはまあ皆様の利用形態、今年も Wi-Fi ネットワークとしては新しい利用形態という旨でテーマを掲げさせていただいておりますけれども、まあ皆様の使い方、企画、技術等々変わってきている中で、まあそこにどうアダプトしていくかというのも一つ、まあこのショーネットが毎年、まあ昨年はちょっとなかったですけれども、2019年、2021年と開催されてきて、また次にちょっとつながっていくテーマかとは思っておりますので、まあ、どういったものが今年、アウトプットとして出てくるかというのはぜひ、楽しみに待っていただければなと思っております。まあ、このショーネットにおける Wi-Fi においてですね、まあ、今年は生活様式の変化という、リモートでのワークスタイル、あるいは分散した拠点での Wi-Fi といったところを表のテーマとしては掲げてますけれども、まあ、裏のテーマ、あるいはですね、まあ、この複数年、ね、我々が Wi-Fi を設計そして運用してきた中での、まあ、裏のテーマといいますか、その背景にある思いとしてはですね、エンタープライズの皆様、そして、Wi-Fi の構築に、まあ、お困りの皆様、そういった方々が真似しやすいネットワークというのを作ろうというところを、まあ、裏テーマといいますか、基本にしていますから、決してですね、まあ、このショーネット最先端のテクノロジーを使ったネットワークにはなってますけれども、まあ、一般の方というかですね、そのご覧になられた方がここはなんていうか真似できるなというようなポイントを必ず作るようにはしてますので、まあ、ぜひ見ていただいてですね、あ、なるほど、ここはこういう考え方もあるんだなと、これがベストだとは当然言いませんけれども、こういう考え方もあるんだというふうなところを知っていただけたらなというふうに思いますし、まあ、一般論としてですね、Wi-Fi のまあエンジニアっていうのはね、孤独なんですよ。孤独なんです。で、そういった方々のですね、まあ、少し一助に、少しでもなればですね、これ以上我々としては嬉しいことないので、はい、そうですね、孤独というところはまさにこう響くところではあります、はい、まあ、先ほど榎本さんからもお話ありましたけれども、まあ、我々の担当範囲クラウドから、まあ、ゲートウェイ作ってセキュリティ装置一部作って、まあ、スイッチそして AP またそれらの間の決戦の一部をやっていくということで、まあ、それらの作業をほぼまるっと、まあ、ご協力は、ノックの中でもいただきつつですけれども、まあ、ひたすら会場を駆けずり回ってやっていくという、まあ、ちょっと Wi-Fi やはりどうしても最後の最後のユーザーのところに届けないといけないっていうのが一番の難しさですね、まあ、そこから、全て上までを一気通貫でやっていくというところ、まあ、やれるのはそしてやるのは我々しかいないみたいなところもこうあるというのが、まあ、ちょっとそこは自信ありますよね。レイヤー0からレイヤー15ぐらいまでいってそうですね、まあ、そういった総合力をちょっと駆使してやっていかざるを得ないという、まあ、なかなか独特の難しさというのがやはり Wi-Fi ネットワークという、まあ、Wi-Fi だけでなくネットワークという言葉がついた途端に、まあ、そういった難しさがついてくるところではございますので、まあ、我々のこう情報発信も通しつつ、まあ、皆様からのこうご意見情報発信も通しつつ、そのあたりの輪をですねぜひ作っていければというのが、まあ、Wi-Fi チームとしてのこう思いとしては個人的にはございますので、そうですね、まあ、ぜひこのショーネット皆様にも楽しんでいただけたらなというふうに思いますので、まあ、可能であれば会場に来ていただいて見てWi-Fi につないでいただきたいなとも思いますし、まあまあ、このご時世ですので、まあ、リモートでも構いませんので、リモートでもぜひですね、このショーネット見ていただけたらなというふうに思いますので、引き続きぜひよろしくお願いいたします。はい、はい、といったところで、このセッション自体は終わりなんですけれども、
まだ実は続きがあるんですよね、金子さん。はい、実はですね、明日、何時だったかな、午後にですね、Wi-Fi についての今年の取り組みについてご紹介させていただく、ステージ発表がございます。そちらの方もですね、ぜひチェックいただいて、今年組んだネットワークに関しては、そちらでお話をさせていただく予定ですので、ご参照いただければ幸いでございます。はい、ではどうもありがとうございました。